今八重洲線から、都心環状線に合流するとこなんですけど、一番本線合流で一番大変な合流場所って言ったら私はここだと思うんですね。この助走区間がこんだけしかない上にさらに交通量がすごい多いんですよね。で今ここでもう入る前からもうハザードランプを焚きました。もう大体ほとんどの人は多分合流してからまあありがとうっていう意味でハザード焚くんですけど、私の場合はもう合流入る前からハザード焚きます。まあ入る前にハザード焚けば大体もう 99% ぐらいの私の中の確率ではもう入れてくれなかった人はいないですね。だからもう首都高速で特に合流する場合、まあ結構その3級ハザードに関しては賛否両論がありまして、まあ基本的には緊急時のみしか使っちゃいけないとか、いろいろちょっとネットでもまあ何でもテレビでもそうなんですけど一応出てまして、でもともと3級ハザードっていうのは、まあ、大型トラックの、ドライバーの方がまあ考案したとされてます。で今実際まあ煽り運転とかいろいろ問題があるんですけど、いわゆるこの3級ハザードするのとしないのとやっぱり私はね した方がいいと思いますね。だからやっぱり車同士っていうのがもう相手に伝えることができないので、まあ唯一そのハザードランプだったり方向指示器だったり右合図左合図だったり、それが唯一のまあ他のドライバーさんに伝える手段なので、緊急時以外はまあハザードなんか使うべきじゃないっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ私はもうハザードは使うべきだと思ってます。で実際にホームページとかにも書いてありましたけど、警察がまあその緊急時以外ハザードを使ったことに関して取り締まりをしているかといったらしてないそうです。で実際私もそうなんですが、パトカーとか、まあ、警察車両に対して、まあ、譲ってもらって、まあ、ありがとうっていう意味でハザードを焚いて、まあ、それで、取り締まりの対象になったかと言われたらなったことありません。ですのでやっぱ警察としてもそこは容認してると思います。で実際首都高さんの設備であったかどうかちょっと覚えてないんですけど、東日本高速道路だったり中日本高速道路だったり普通の高速道路上では標識としてあり存在してますからね。渋滞末尾ハザードランプ点灯することみたいな。ですのでもう高速道路、まあ、要は渋滞だったり、まあ、そういう、まあ、3級ハザードいわゆる譲ってくれてありがとうとか、もうなんだろう、ハザードランプつけるのがまあもうほぼ常識みたいな、そういう感じになってると思いますので、まあ首都高速利用されてる方もぜひですね、ハザードは私は活用していいと思います。まあまりにもね頻繁にやりすぎるのも良くないんですけど、基本的に合流だったり、まあ、譲ってもらったら、あと一番重要なのは渋滞末尾ですね。これ絶対ハザードは使うべきだと思います。まあ、以上になります。逆に今のとこはあれですね、その都心環状線側から、先ほどの八重洲線の合流見た箇所ですね。
まあ見ていただくと分かる通り非常に短いです。で今ちょうどあの前の、ノアの車が入ろうとしてたんでちょっと、私ブレーキ踏んで、ちょっと余裕を持って合流しやすいようにちょっとわざと今ブレーキ踏んで、まあ、もちろんあの後ろに車がいなかったんで、ブレーキを踏んでちょっと、合流しやすいようにしてあげました。多分あそこでもうほんと入れなく止まってしまうとかなり致命傷になりますので、そこはもう関東地方ならではのもういわゆる譲り合いだと思いますね。これが関西の阪神高速とかだとちょっと分かんないんですけど、まあそう考えると、まあ、関東は本当非常に高校合流っていうんですかね、まあそこはこうお互いのやっぱりマナーというか分かってる、まあこれ言っちゃうとちょっと関西の方に批判を浴びちゃうとあれなんですけど、ただまあ正直やっぱり関東と関西だとやっぱ関西の方が入りにくいイメージはありますね。はい、以上です。